そう、起きましたね。でね、帰りに公園の練習して、今家です。はい。まあ、お楽しみにって感じです。朝のね、インスタのストーリーはですね、パンですね。なんか前になんか他の雑誌の撮影してた時にも、その同じ多分ケータリングのところのねやつなんですけど、そう一回食べたことあるやつがね、今回もまた多分同じケータリングのところでパンが同じだったんです。美味しい。なんかカマンベール、なんか何なんあれなんて言うんだろう こういうなんかよくホテルとかにある こんくらいのパンを真ん中切って、真ん中を割って、めっちゃ感謝されたけどかゆい、真ん中を割って、その中にカマンベールと生ハムが入ってるんですよ。すごい美味しいんです。なんかおしゃれな味がする。あ、ロールパンか。うん、ロールパン うん、すごく美味しくてお気に入りなんです。そしたらね、またね、食べることができて、そう、感謝された。すごい、今日すごい刺された。ムヒみたいなやつね、持ってないんだよな。あるんかな、家の中探せば。やだね、夏になると蚊も増えてきますね。いや、多分私の血美味しいんだと思う 美味しいんだと思います。やっぱ刺されがち、多分ね。ママの方が O 型だから、そう、私は A 型なんだけど、まあ、O も入ってる A なので、だからかなって。 O 型って蚊に刺されやすいっていうしなって なって思う。そうやって思ってる。いや、なるちゃん、ちなみになるちゃんと一緒に行ったら多分全員なるちゃんに行くんですよ、蚊が そう、なるちゃんといたらなんか蚊はなるちゃんの方に行くから、私の方にはあんま来ない。うん、ほんとすごいなるちゃん感謝されるんですよね。そう、今日はすごい私刺されたけど、美味しいんだろうね、血が。あれかな、何、外、何、肌と血管の間が薄いんかな。吸いやすいのかも 血を吸いやすいのかも。ねえ、確かに、なんでだろう、なんで O 型好まれるんだろう。今日はお仕事してた としかね。新陳代謝がいい人は刺されるよって。あ、私だ。二酸化炭素によっていくの？いや、じゃあ まあ、人間って二酸化炭素を放つからか。てか生物大体酸素を吸って二酸化炭素出すもんね。なるほど。そ
そういうことね。まあ、普通に刺されるよね、人だもん。よくできてるね、蚊って。そう、それで生きてるかどうか分かるんだ。血が吸えるかどうか。ねえ、ほんと新人大賞はね、いいことだから。私もめっちゃいいから、だからやってくんのかもしれない。そうだね。え、知ってるそれ。だってメスが、私びっくりした。なんか蚊も何、オスメス両方吸うのかと思ってたんだけどね、子供を産むために人の血吸わなきゃいけないんだよね。なんかかわいそうって思っちゃった。でお腹いっぱいになって飛べなくなって死んじゃうのかって。かわいそすぎん。びっくりした私も。最近知った、ほんとね、結構かわいそう。ね、ほんとメスかわいそう。え、そう、酔っ払いみたいなカエル、多分それは血の吸いすぎだよね。でもなんか4回しか吸えないみたいな、1匹の蚊、メスの蚊って。なんか4回くらい吸ったらもうね、お腹いっぱいになって飛べなくなっちゃうらしい。うん、え、なんでし、なんか調べたのかな、なんか。いや、なんか1回に吸う血の量がなんかどんくらいでみたいな。で、蚊はこのくらい吸うともうお腹いっぱいで飛べなくなっちゃうから、ってことは1回この数だから何回ぐらいでみたいな。そう、なんで知ったんだろう。やってたのかな、なんか。え、やってたっけ。なんか知ってた。うん、専門家ではないけど、なんで調べたんだろうね。でもなんか知ってたね。うん、聞きました。なんか人から聞いたのかも。いや、論文書けないよ、こんくらいしか知らないし。ショールーム内で調べた説は高いね、確かに。ウケる。でもびっくりした話だった。うん、一回でね、確かいけないんですよね。だってその間に卵を、ま、産むだったと思う。うん、そうだね。蚊の幼虫わかんない。でもメダカのよく水槽の中に蚊の幼虫いた。めっちゃ気持ち悪かった。うん、水場にねいるよね。ボウフラ、ボウフラっていうの、初めて知ったかも。いや、わかるわかる、動き方が違うんだよ全然。うにょうにょしてんのけど、メダカの卵は、まあ、卵の中に透明のね、てか何、メダカもちっちゃいの生まれた時は。でそれと混ざった時がすごく厄介で、でも全然蚊の方が何、奇妙な動きしてるから大丈夫。ボウフラか、初めて知った。
本当、こんな、なんでこんな蚊の話してんだろうね。ね。でも私血液についての話好きだったな。そう、授業でなんか習うじゃん習うじゃん。そう、O 型が貴重っていうのもさ、初めて知った。なんか O と O の間にしか O は生まれない、 O がなんか一番弱くてみたいな。そう、O は 何と足しても絶対なんか O 型になんないんだよね。なんか A と O だったら A になっちゃうし、 A と B でも B になっちゃうし、 O と O 型同士じゃないと O って生まれないんですよ。そうっていう話ね。だからそれまずびっくりしたんだよね。あ、そうそう、劣性、そうそう、習った、劣性遺伝子、そうだ、そう、優劣があるんだよね、血液にもね。そうだそうだ、そういう言葉があったわ。すごい面白いなって思った。でもなんだっけ、 O 型が多いんだ。まあ、O 型が多いから O が多くなるんだよね、多分変わらず。あ、なんで O っていうかとかは知らない。あ、そうそう、そこがなんか面白いんだよね、核遺伝的な感じで。私は多分 A と O だから AO じゃん。で、もし誰かと、まあ、BO の人と結婚したとしたら、子供が O 型、あるいは、まあ、どれもあるよね。A も B も O も生まれるの、その場合って。とか AB も。っていう面白い話不思議だなって思う。あららら、そう、いろいろ組み合わせ、いろいろ面白いなと思って。あ、そう、ネイル変えたんです。確かに科学特集でも血液とかは本当自分も関係するから考えてて、なんか分かりやすいしね。あ、ってことはこうこうこうか、なんか分かりやすくて、よきよき。やるご飯、今日、なんか今日ね、すごいちょこちょこいろんなもの食べてるから、そう、朝出る前にあのママが作ってくれた牛乳寒天食べて、そうで、その後バスの中でね、朝食用意されてたから、あの時ってあの投稿したパンだけ食べて、で朝からね、あのニコ生さんの、あのチームメイトの劇場公演、この前26日にあったやつかな、それを朝から見て ちょっと移動時間が長かったのでそれ見て、でその後、そう、なんかちょこちょこ食べてる、ほんと甘いものその後ちょっと食べて、でその後本当のお昼ご飯に多分当たる、そう、カツサンド食べました。こそカツサンド食べて、で朝食でなんかもらうだけもらってたおにぎりを
レッスン中に食べて今 だからさ、なんかいや、しっかり食事とってますよ。いや、前線じゃなくて、めっちゃ美味しいところ、撮影現場にめっちゃ近いところですごい美味しいところがあったらしくて、いやでも実際本当に美味しかった。またなんか紹介する、写真撮ったから。そう、撮影でも少し食べたんですよ。そうだから、それでね、そう、不規則な時間になっちゃってます。だから今から全然食べようと思えば食べれるし、てか今うちに食べ物があふれかえってて 何から手をつけたらいいのかって感じ。カツサンドの名前？カツサンドの名前は、小列庵 なんて読む？あ、カツに、そう、小列庵、そうそう、そこのやつです。食べ物違うよ、買ったんじゃないの、なんか 買ってないよ、もらうんです、なんかそのイベントとか、そう、あとこういう撮影系とかで、そう、いただき物のお菓子だとかで、そういただいたり、あ、カツレツあんか、差し入れ系、そう、差し入れ系で、そう、持って帰るのもね、持って帰らないっていうのもちょっとね、せっかくくださるんだから、いただきますって言って持って帰ったものだったり 持って帰ったものだったり、あとママさんがたくさんね、お惣菜 作って帰ってくれたんです。そうだからね、なんかほんと今ご飯にご飯がいっぱい ご飯がいっぱい、嬉しい。やっぱなんかね、親のご飯って安心するね、なんか元気出る。でもこうやってお仕事あるとお弁当が出るから、お弁当もらって帰っちゃってね、残っちゃうんですよね。でもなんかしっかり腐らせないうちにちゃんと食べたいと思います。アイスもたっぷり アイスもいっぱい、そう、美味しいんだよね。明日は一日、ああ 一日オフではないんですけど、まあ明日はゆっくりできるから、明日のまず朝食食べようかなって思ってます。いや、一日食べまくらないよ。だって30日公演じゃん。2日後公演だから。そう。あとなんか丸一日ってわけではなくて、明日は。ちょっとあるから。もう明後日だよ。早いよね。今日もやってでもね、今日結構ほぼほぼ全部場当たりは一応できて、あと数曲ちょっと今日は時間的に無理でもう帰ってきちゃったんだけど、明日また続きやりたいな って感じ。
感じ。結構なんか今回いっぱいいっぱいだと思う。やっぱ初めてのね、公演っていっぱいいっぱいならない？いっぱいいっぱいかも。なんかやっぱ8人バージョンって立ち位置とかが変則的なんですよ、本当に。変則的すぎて予想がつかないから、なんかしっかり覚えていかないと、そうダメなんだよね。そう、くまちゃんありがとうございます。あ、そう、踊るより立ち位置なんだよね。そう、個人的な問題が本当、踊るより立ち位置。あ、そう、だからそれで朝ニコ生見たんです。 そう、流れとかチェックするために。私だって初期の頃ほんと立ち位置覚えられなくて、よく怒られてた。 自慢じゃないけど。でもほんとだから昔に比べたら本当に覚えてる方だよ、ちゃんと覚えられるようになった方。成長はした、一応。そう、振りはできるんだけど立ち位置が全然入ってこないの。多分ダンスしてた時とか立ち位置とかないんですよ、本当に。雰囲気でなんかこの子とこの子の間とか、そんな感じで立ち位置に立ってたから、番号を覚えるっていう習慣がなくて。まあみんなそうだよね、ごめん言い訳した。 だからダンスはできるけど立ち位置忘れるみたいな。移動、そう、番号があるの。なんか0123456ってやって、で3と2と3の間は2.5とか、なんかそういう感じで全部決まってて、立ち位置が。サビはここ、 A メロと B メロはここみたいな。そう、ゼロポジがセンターです。フォーメーション、そう。一回めちゃめちゃこんがらがったのが、なんか A メロが4なんです。で、その後 B メロで4.5に行って、 で、その後1サビで4とか、なんかそういうなんかちょっとの0.5の違いとかがなんか「うー」みたいな、みたいな、「え、私今どこ？」みたいな感じになる。そう、多分ちょっとの移動だけだから、多少ね完全に入ってなくてもバレないとは思うんだけど。 そう、たまに人数が多いと、あと8人だと特にあるんですけど、なんか番16人だと大体番号が分かってくるんですけど、8人だとね0.6とかあるんですよ。あ、基本がなんか0.75とか1.75とか2.75とか、そういうなんか3打ち2打ちとか、そういう立ち位置はよくあるんですけど、今日なんか0.6みたいな。0.75と0.5の間みたいなっていうのとかあるんです。そう、そういう時はもうほぼ0.5だよね、もう。そう、そういうのとかもね、まあちょっと今日も寝る前に確認して寝たいと思います。0.75はまあ簡単に言ったら1打ちってことです。1に、まあ、右足、左足か、1に左足あるぐらい で片足ちょっと1にあるぐらいっ
ていう感じか、立ち位置的に。そう、あ、なんか今日立ち位置に実際、私立ち位置に実際立たないと覚えられないからそう、唱えるだけじゃ覚えられないので、実際に立って体で覚えっていうのを今日数曲できたから、それだけ確認して寝る。あと動きね、やっぱ8人バージョンで変わってるところが多いので、聞いてるだけで混乱してくるって、ね、でも本当慣れた、なんかそういうの。初期の頃は混乱してたけど、そうなんだよね、歌詞が不安ニコ生、そうだ、この話したかった。ニコ生超面白かった、やっぱエイト最高って思っちゃった、エイトのニコ生見て本当にみんなに見てほしい。ハマが、あのハマがね、あのすごい、なんかでもまあ単純に言ったらハマが歌詞を忘れたところがあったんですけど、なんか忘れても面白くて許せちゃうみたいな、そう、めっちゃ可愛かった、なんか間違え方が。でコメントもコメントで今なんて言ったみたいな感じ、わらわらわらみたいな。めっちゃ笑っちゃった。そう、ビバハリケーンの歌い出しなの歌い出しって最初は出てきたんだけど、その後出てこなかったみたいで、じゃんじゃん、なんかもごもご言ってた、でもなんか言ってる風にもごもご言って、でも顔はもう完全にあ、やっちゃったって顔しててごまかしてた、めっちゃ笑った。なんだっけ、歌い出しなんだっけ、ちゃんちゃんたた思いがけない展開さ、あれどこだどこだどこだっけ、ハマ。まあね、でもすごく面白かった。あ、それ2番か1番のそこなんだっけ、まあ先輩でもたまに間違えるよね。この前のあのチーム A の時も、うん、パイオニアでもう一人間違えたらもうなんか全倒れみたいな。あ、それは突然だった、僕に気づいた瞬間、君の長い髪が風にかき上げられた、それは突然だった、僕に気づいた瞬間か、その僕に気づいた瞬間を多分出てこなくて、僕にけんだねんだんぬんぬんなんみたいな感じでちょっとごまかしてた、面白かった。あとあのアクシデント中のすごい、アクシデント中のね、あのひだあやのそんなことってあるだっけ、え、そんなことってあるだっけ、ひだあやって、いや違う違う違う、これは事故なんだか、そう、そのパートひだあやのところがいやもうキメキメすぎてバスの中で笑っちゃった、普通に声出た一瞬。いや忘れてた話じゃなくて、いや本当に見てほしい。そう、え、そう、そんなことってあるか、これは事故、なんかでも左のパートでどっちかちょっと忘れちゃったけど、なんかそんなことってあるみたいな、すごいなんかキメキメで笑わせにいってるよね絶対。まあ確かに見せどころだけど、もうなんかアイドルっていうよりもなんやろうな、バラエティ班感がすごすぎて最高だった。
あ、じゃあそんなことってあるか。なんかもうアイドルを通り越した演技力すごかったいやざわつくでしょそりゃあれは私もやりたい。あそこ、これは事故なんだ、やりたい。本当にひどい味出してた。あと個人的に、ね、あのフルーツスノーがめっちゃ好きって思った。あと、これは事故なんだって言った後の、これは事故なんだな、どうちもどうちよ出会いがしらってやつがみんな早く入りすぎて、その後コメントで、あ、事故だ事故だみたいな伝わるから、ちょっとまたアクシデント中にちょっと急に戻ったんですけど、すいません思い出して、これは事故なんだ、どっちもどっちよみたいな感じになってて、そう、そこでねなんか、まあ生の醍醐味だよな、これもいいなって、ライブの醍醐味だなって。え、コメントオフにできんのあれ、オフ機能全然知らないや。え、そう、あれ入りが難しいの、ダンスもそうなんだけど、あの腰いつから振り出せばいいのか不安になるの。オフにできるんだ。オフの仕方知りたい。あ、危なっあ、ほんとだ、あった。え、今度からこれで見る。あったあった、ね、チームメイトのうん、今頃知る。よかった、知らなかった。いや、コメントはね、ほんといろんなコメントがあるから、心傷ついちゃうコメントもあるからね、心ない言葉もやっぱあったりするから、いいねさすが。今度コメントなしで見よう。いや、そうなんだよ、コメントありすぎて、まあ、あることはいいことなんだけどね。え、知ってる、それは色とか大きさ、あと速さも変えれるよね。知ってるよ。あ、そうそう、ショールーム欲しいなるからね、全部そういうことね。ね、私もね、あのニコニコのニコ生のあのコメントが流れるやつめっちゃ好きだよ。そう、好きだけどね、まあ、いろんな使い方あるから、人によって。でも私はなんかそういうコメントは、あ、まあそういう人もいるなって思いながら見るようにしてるよそういう考えの人もいるんだって。
っとね、そういうの考えの人もいるんだ、ふーんって。うん、気にしないのが一番だ。うん、そう、不思議だよね、アンチ。まあそうだよね、誰でもね、全ての人に好かれるなんて不可能だもん。なんかね、考え方自体はできてるんだけどね、全然実行に移せてない時はあるよ。さっきのね、コメントに対してのね、考え方とかもね、そう、そう思うとはしてるんだけどね。ね。でもまあ、たまに心も折れる時もあります。はい。まあ、心の状態はね、本当に日々違うからね。でもなんかそんな時は本当、私の考え方もダメだと思うから、ちょっと一人の時間をね、作るよ。昨日みたいに。その時はそうだね、後ろのクッション。やばいやばいやばい。そうだ、分かってくれる人が一人でもいればそれでいいんだ。そうだそうだ。だから本当昨日はね、ご心配かけました。ご心配おかけしました。ありがとうございます。ねえ、かな。かな。まあ、何があったってわけでもないんだけど、昨日も本当に、私のねー、ちょっと心の弱さが原因かなと思っておるので、はい、みんなはそんな気にしないでください。本当に、そう、そうだと思う。まあ明日終わったらもう劇場公演だったり続くからね、頑張るぞ。こういう時どうしてほしいとかあるか、いつも通りいてくれたら嬉しいな。ミヨンさんは大丈夫なのって。ミヨンさんはね、この前も少し連絡取ったんですけど、私は元気だと思ってますよ。早く復帰できることを本当願ってます。
今日だってゆうなもぎゅんチャンネル見てましたのカラオケ対決のやつ見てました、帰り。そうだね、そうだね、そう。昨日のアジアフェスの最後の締め、いつも総監督のみおんさんがやってるんですけど、昨日はね、そうみおんさんがいなかったので、みんなさんがそうやってくださってました。でも噛んでたけど、でもそれも全然なんだろう、気にならなかった。私はそんな気にならなかった。ナナさん逆になんか可愛らしさが見れて、なんかファンみたいな感 ファンみたいな意見なんだけど。 そう、素敵だった。そう、私も最後の感想振られた、めっちゃ緊張した。感想ね、伝えられ、私の気持ち伝えられただろうかとは思ってるけど、なんかまとめすぎたなって感じ。まとめすぎちゃったなって思ったけど、そう、あんな感じです。まあだらだら喋るのもね違うしね。はい、なんか思ってること伝えられたらよかった。まあね、MC 系がない代わりに喋らないとね。ありがとう。笑いが取りたかったの？え、そう思った？あれ見て。違うよ、さすがに。あ、もう歌、ミューからの時間。なんかそうだね、ここ最近なんか余計に周りの方の気持ちをまでになんか頭が回るようになったとは思う。なんか結構自分で精一杯だったりしたり、あと周りのこと考えてもなんか逆に考えすぎて空回りしちゃうことが多かったんです、これまで。あ、多分焦ってたんだよね。そう、なんか早く動きすぎちゃってるというか、なんか何歩先も考えちゃってみたいな。でなんか結果ドジって終わるみたいなこと多かったけど、なんか最近は別に焦らなくてもいいんだなって思って、ゆっくりその一緒にやってて危ないって思ったら支えればいいし、なんかあ、ここ間違ってるまんま最後まで行っちゃったなって思ったら最後にあそこああだったよって伝えればいいしって感じで、なんか余裕ができた気がする。これ歌っとく。それでは聞いてください。アンチ。登ってるけど夢は遠い、憧れのあの丘はここから見えているのに、狭く険しい道まだ続くよ。絶対に諦めない、そう誓った歩く、雨や風に打たれ不安は広がっていく。あ
ました。じゃあランキングアップいきたいと思います。ちょっと復習にもなった。はい。じゃあ13位からいきます。ココンにシプサムチュカエカムサムダ、ありがとうございます。そして12位がジアリンガットマーク、来月のドボンファッションイベントに興味がありますかって。興味がねある、でも悩む。はい、12位おめでとうございます、ありがとう。そして11位がゴールド8883、11位おめでとうございます、ありがとう。そして10位がヌーコパットマーク、お知らせ楽しみゆみゆって、楽しみに10位おめでとうございます、ありがとう。コポンカムサンダ、ありがとうございます、混ざった。そして8位がサトちゃん、ん違うな、9位がリマットマーク、びっくりした、今日すごくミュウすごく綺麗って話も面白かったよって、よかった、ありがとう。クイチュカエよ、カムサンダ。そして8位がさとちゃんとマーク、葛飾北斎の生き様を描いた映画北斎。まんまやん、すごい面白そう、気になる。8位おめでとうございます、ありがとう。いろんな映画あるね。そして7位がゆうゆうアットマーク、俺みたいなゴミでも頑張って生きてるんだ頑張れって、ね、おめでとうございます、ありがとう。そして6位がカレーアットマーク、心配性ですまんね、好きだよ、元気でありますように、ありがとう、頑張る、うん、あがん、うん。うん、ありがとう、心配してくれて嬉しい、6位おめでとうございます。そして5位がビッグママットマーク、本日誕生日です、ヒロさん、ヒロさん、これおめでとうございます、おめでとう。ハッパーステイトゥーユー、ハッパーステイトゥーユー、ハッパーステイディア、ヒロさん、ハッパーステイトゥーユー、これおめでとうございます。はい、じゃあ4位がなべパパさん、おめでとうございます、ありがとう。そして3位がジンジンさん、3位おめでとうございます、ありがとう。そして2位がサゼロアットマーク、常識が高いアイドル、常識ドルミユちゃん、はい、2位おめでとうございます、ありがとう。そして1位がケンちゃんアットマーク、ミユちゃん、最近ドボーンやってますかって、やってないです、やってないです、はい、1位おめでとうございます、ありがとう。皆さんプレイしてくれてますかね、プレイしてくださってる皆さん本当にありがとうございます。で順位からいきます。ひろまゆさん、てよねおさん、みゆの彼女しりーちゃん、加藤 BB さん、やまちゃん、クックさん、ピーシアさん、ピンクキャンディーさん、サイレントミューディームーンさん、ホアンさん、最後のししゃもさん、ウィンパディーさん、ナンナンフォーテイズさん、スラヒデちゃん、ウミユミさん、カカイヌさん、マイさん、みゆがちごやし、ひよぱんさん、ジョーさん、クラッシングさん、テジロさん、クラウドキューティーンさん、コススミウシ、ヤーミさん、パルエイトシ、ハスキーさん、ヘギョンニ、カラドニピースさん、ミッチーさん、和田さん、テリーメ、テリマ、カシマス、パンジさん、最高のフィナーレヨシ、科学先生、フグシ、ココモングさん、フィンドフォービーさん、マドさん、トットシ、お前だキュンデスさん、ヒロさん、行政牛田さん、コウさん、チキンさん、星侍さん、シマヤンさん、フロストさん、魚さん、グナナケさん、 AK さん、イオクマさん、チョンジェシー、アキヒコさん、指揮者のキユーさん、 86GRMN さん、トマトさん、イーグルイーグルさん、グリフォンさん、ホイホイさん、トッシー、ジャンケンさん、おお変わったね、 AK さん、イオクマさん、アキヒコさん、イーグルイーグルさん、グリフォンさん、トッシー、ジャン、サカツネガメさん、ヒョシャンクのソラニさん、ガチャさん、ピーコイコイさん、ミユパラゲシ、 XYZ さん、FWDWG5 さん、鉄道好きコナンさん、コッコさん、ユートシさん、 KYS さん、イカヤライさん、ペンディさん、ケンタンさん、クマッチョさん、トッキンさん、ガチャ
70243、メタルピーチさん、ゆきひらさん、グーグーペイさん、ラブリーさん、ありがとうございます。あと誰読んでないかな。ふうふうさん読んだ。こうさん、うん、でねぶぽさんさっき入ったっけ、5位。大丈夫かな、読まれてない方教えてください。12位だって。12位、上を向いてふくまろさん、12位おめでとうございます。ありがとう。なべパパさんも読んだ。じんじんさん、あ、読んでなかったっけ。よい、おめでとうございます。じんじんさん、おめでとうございます。読まれました、ありがとうございます。読んだ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  OK かな。じゃあ初タイム行きたいと思います。行きますね。じゃあ、はい、チーズ、うん、ありがとうございます。じゃあ一ポーズ最近もう一ポーズにしちゃってる。以上、ありがとうございました。じゃあ明日の配信時間は23時からにしとこうかな。じゃあ皆さん、また明日ネイルンパンヨロハンシブットパンソンヨーコパジュセヨチャプタテルニーダー、そしてトモローショールームアート11pm ちプリーズよろしくお願いします。じゃあ皆さん、おやすみなさい。じゃあじゃあよー、ぐんないかーなってりそうとかわんがー、おやすみなさい。